フーベルト・マリアオット・シュニー・ビントは、ドイツ海軍の軍人、海軍上級大将、第二次世界大戦中に海軍参謀長を務めた。ザール・ルイに生まれる。1907年にドイツ帝国海軍に入隊し、第一次世界大戦中は、大員として魚雷艇での任務に就く。敗戦後、スカパフローでドイツ海軍の艦艇が連合国側に引き渡される際、 指揮する、魚雷帝軍を自沈させ、イギリス軍の捕虜となった。バイマル共和制時代は、参謀としての任務が多く、1925年から1926年に、かけては、オットー・ゲスラー国防省の副官を務めた。その後再び魚雷帝軍司令官となり、ついで軽巡洋艦ケルン艦長となった。1934年に、太陽艦隊司令部参謀長に任命され、 1937年に、少々に昇進して解剖局長に転じる。1938年10月に、海軍参謀長に任命された。第二次世界大戦中の1940年に、中将に昇進、数ヶ月後大将に昇進した。1941年6月、ドイツの戦艦ウィスマルク撃沈で戦死したギュンター、リュッチェンスの後を継いで、 艦隊司令官に就任。1942年6月27日から7月24日の間に行われた対ソビエト連邦向けの輸送船団である p 9 7船団への攻撃作戦を指揮し大打撃を与えた。1943年3月、北部方面の艦隊司令官に就任。1944年3月に上級大将に昇進したが、 7月に更迭され、以後運務に就くことはなかった。敗戦直前の1945年4月30日に公式に退役した。敗戦後、北欧侵攻の際の平和に対する罪、戦争犯罪、人道に対する罪の容疑で、ニュルンベルク継続裁判の一つ、国防軍最高司令部裁判に起訴されたが、無罪となった。 1948年10月に釈放され、翌年から1952年までブレーマーハーフェンでアメリカ軍のためのドイツ海軍戦士編さチームの長を務めたリンツアムラインで死去。ありがとうございます。